はい、はい、そして、うん、次回の定期公演のテーマが決まりまして、はい、次回の定期公演のテーマはドキドキダンス&ロックス、ロックス言い方濃くない、ダンス&ロックス、ダンス&ロックス、はい、できるかな、サーミューダンス&ロックス、ね、いや、わかんないけど、どんな感じになるんですね、白いってやってた人たち激しくやるんじゃない、白いって感じで、白いって感じ、それはそれはちょっとあれやけど、曲の雰囲気がね、でもなんはい、5月5日にあって、うん、はい、なんか今日以外、今日を残りが4回、残り4回で、はい、たくさんの人に来てほしいんですけど、はい、最終回の定期公演が6月の30日、30日って言って、うん、誰かさんの誕生日、誰かの誕生日、誰だっけ、誰だっけ、はい、自分で言うんや私の誕生日なんですよ、だから、うん、なんかしたいんよね、な、もうここ前にしてくださいしてくださいって何誰にお願いしたのよ、存在したのね、だから見てる人どこだ、どこカメラ、カメラ、あれ、あ、そこ、あ、見てる人、皆さん見てる人、絶対に来るんですよ、本当初めてじゃないこれ、なんか私たちの定期公演で見てる人に話しかけるの初めてだよ、初めてだね、だから見てる人、来れるでしょだってね、なんでさ見れる時間はあるんだもん。じゃあ来てよってね。まあ、遠い人もいるからね。来ないとダメ、うん。そんなに荒がってもいるから、ね、そんなにテンション上がってるの初めてやん。やっぱ誕生日やからね。そう、最終回だしね。毎週誕生日なんだから来なさいよと。さ、誕生日はね、最終回。そう、何の日とかはね、言う、ね、覚えてないとかは言う、聞かないんで。はい。299人。が、はい、はい、そうですね、はい、本当見てる人もね、ぜひ来ていただきたいですね、ぜひね、待ってます、お待ちしております、お待ちしております、そんなところでしょうかね、あと詳しい情報はサミのオフィシャルホームページとかチェックしていただいて、個人のツイッターとかも始めたので、そう、はい、トラブルツイッターやってるんで、はい、そう、ぜひフォローしてください、はい、してください、じゃあアンコールにお答えして、はい、歌っちゃいますか、歌いますよ、はい、はい、最後はですね、なんですか、ハレルヤ、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、お腹に力入れて、最後はどこだったんどこに、どうなってた今、どうした、本当にアンコールにお答えして歌います、はい、本当に最後なんですけど、今日最後になるんですけど、皆さんまだまだ盛り上がっていますか、本当ですか、あ、盛り上がってますね、それでは行きましょう、それでは静かにしてください始めらんない、無理だよ、こちら無理無理ちょっと初めてやね、静かにしてくださいだってよ一回さ、深呼吸させて私たちも笑っちゃうの、無理だこれ、ちょっと皆さんも深呼吸してね、吸って吸って吐いて、はぁ、吸って吐いて、大丈夫かな、大丈夫ですか、ね、はい、はい、じゃあ、聞いてください、青い季節